73周年記念椿賞争奪戦 G3 決勝、選手入場。1番松井光雄神奈川、2番渡辺幸則福島、3番伊藤朝日熊本、4番吉澤純平茨城、5番和田健太郎千葉、6番五十嵐力神奈川、7番武藤達夫埼玉、8番林慶次郎福岡、9番佐々木龍神奈川。今シリーズのベストナインが登場してきました。伊藤温泉競輪開設73周年記念椿賞争奪戦はいよいよラストカード、決勝第12レースが行われます。2025メートル6周回競争、対戦の9人が発走台に車をつけました。それでは1番から順を追って紹介していきましょう。1番神奈川松井光雄、2番は福島渡辺幸則、3番熊本伊藤朝日、4番茨城吉澤純平、5番は千葉和田健太郎、6番神奈川五十嵐力、7番埼玉武藤達夫、8番福岡林慶次郎、そして9番神奈川佐々木龍。以上の対戦です。先頭誘導員は萩原貴之選手です。難関が4人、松井光雄を先頭に佐々木龍、和田健太郎、五十嵐から1番9番5番6番となります。九州コンビは3日連続林慶次郎に伊藤朝日、8番3番関東勢は吉澤武藤の4番7番で、2番福島の渡辺幸則は短期です。体制完了。最終第12レース S 級決勝、号砲鳴ってスタートが切られました。さあ内から1番の松井光雄、外からは7番の武藤達夫が動きましたが、松井光雄が前を取っています。3番の伊藤朝日が2番手、7番の武藤達夫は3番手です。5番の和田健太郎がいて、2番の渡辺幸則が5番手の位置、それをかわす6番の五十嵐力、8番の林慶次郎も上がっていきます。9番の佐々木龍、最後尾が4番の吉澤純平、2センターから4コーナーにかかります。第12レースの S 級決勝、先頭誘導員につけたのは1番神奈川松井光雄です。競輪祭は準優勝でした。その疲れもあるでしょうが、2日目からは連勝してきた松井光雄であります。その松井のラインは4社と長く、マークは同県9番の佐々木龍、5番千葉の和田健太郎がその後ろにつけて、6番神奈川の五十嵐力が4番手で折り合う形となりました。1番9番5番6番の順の難関カルテット、5番手は8番福岡の林慶次郎です。マークは3番熊本伊藤朝日、九州コンビは2次予選から3日続けての連携です。伊藤朝日はトーチ初参戦で完全 V、 そして初の G3 制覇となるかどうか、若さと勢いは侮れません。切れ目の7番手は2番福島渡辺幸則、動き俊敏で不気味な短期は2番福島の渡辺です。そして後方8番手が4番茨城の吉澤純平、3日間番手からかわして3連勝の吉澤がここは関東の前回り、つける埼玉の安定銘柄7番武藤達夫はグレード戦での優勝で一皮むけたいところです。さあ上がっていきました。関東勢青番周回に入っています。8番手から4番の吉澤純平が上昇、続く7番の武藤達夫、短期の2番渡辺幸則はこれには反応しませんでした。2コーナーからバックに入って松井に並びかける4番の吉澤、さあ松井はここは突っ張っていく、誘導が降りていきなり出ました1番の松井光雄です。外4番の吉澤純平はできれず2番手3番手と下がっていく。さあ難関勢が主導権握って赤番の周回に入りました。そして今度は後ろから九州コンビ上がっていきます。8番の林慶次郎が1番の松井光雄を叩けるか、バックストレッチ打掌が入ります。松井も応戦している。外8番の林は行けずに交代だ。3番の伊藤朝日はこれは難関の4番手に絡んでいる。残りは1周です。
松井幸雄が風を切ってマークは9番佐々木龍、5番の和田が3番手、4番手の位置は6番の五十嵐が守りました。その後ろが4番の吉田純平で、さあ吉田が5番手からまくり上げますが車が進んでいきません。松井がかかっている、松井がかかっている。2センターから4コーナー、先頭は1番の松井幸雄、その番手から踏み出す9番の佐々木龍、佐々木龍、さらには5番の和田健太郎、最後は和田健太郎でした。第12レース S 級決勝、神奈川の松井幸雄、好気合の先行策、吉澤純平を突っ張って林も寄せつけませんでした。そして最後は番手から佐々木、3番手からは5番の和田健太郎が伸ばして、ゴール寸前松井をかわしたのは5番の和田健太郎でした。千葉の和田健太郎、これで G3 は4度目の制覇。2着が1番松井幸雄、3着9番佐々木龍の順となって5番1番9番とお伝えしておきますが、まだこのレースは確定しておりません。後ほどの審判からの放送をお待ちいただきたいと思います。以上、第12レース S 級決勝の模様でした。第12レース、解説73周年記念椿賞争奪戦決勝戦が終了しています。この後放送が入りますまで結果はお待ちいただきます。場内の方がね、かなりファンの皆さんの声援が飛んでおりますけれども、伊東温泉競輪開設73周年記念椿賞争奪戦決勝決定、1着5番和田健太郎、2着1番松井幸雄、3着9番佐々木龍、